とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もアーティファクトのクエスト、出ております。ここですね、珍しい、サンゴの丘のデイリークエストですね。ここのアーティファクトが、こんな感じになってます。アイアンハンドアミュレット、ガーディアンの目、エリクサーのカバンに、森の矢筒、ですね。アイアンハンドアミュレットは255ぐらいのやつあったのよね。で、ガーディアンの目は、まあ弱いからいらない。いらないし、確か強いの持ってたような気がするんだよな。ガーディアンの目は、ほらほら、255があるもん。で、森の矢筒は252。そして、エリクサーのカバンも同じく252なんですよ。なので、エリクサーのカバンもしくは森。これのね、255が出れば、当たりですね。はい。ということで、サンゴの丘、行ってみましょう。それでは行きましょう。今回がペットの数が3に固定。そして、モブダメージが 50% 増加の輝きを持ってるか。いや、これ輝き持ってたとしても結構厳しいな。で、今日は久しぶりに、カバンビルドで行きます。うん。あっぶね。実際この海の中でカバンビルド、ちょっと微妙かもしれないですけども、まあまあ行ってみよう。とりあえずね。前はね、まだ使えたんだけどな。うん、やっぱりカバンビルドはかなりの弱体化だわ。久しぶりに使ったけども、ここまでやっぱ範囲が狭いとね、ものすごいやりにくい。よっしゃ。意外ときついな。HP が、あ、HP は普通にあるんだけど、あれだわ、敵の攻撃力が 50% 上がってるってことで、これだけでただただ痛い。よし、OK。まあ、キャプテンはね、あんまり取りたくないんだけども、一応探しながら行きます。一応ね。うん。洞窟があれば、もう確実に、6体ぐらいいそうなんだけど。どうだろうか。あー、なんか、この左あたりいそうな気がするね。一応探しながら行きましょうか。あー、よかったよかった。とにかくね、矢がね、ちょっと問題かなと思うので、矢がね、多めに出てきてくれれば嬉しいです。おい!ここの穴ひどいな。うわ、嘘!しかもキャプテンいないし。いやー痛い。思いのほか、帯電が痛いな。やっぱ 50% ダメージアップしてるんで、それだけでただただ痛いね。はい。まあ、とりあえず、キャプテン探しながら、先に進みまーす。洞窟があったよ。極力行きたくないんだけどね。行きたくはないのよ。でも行こうか。頑張って。頑張って行っちゃいましょうか。キャプテンどこだ?まずは倒させて。よし、オッケー。行った!おっしゃー、ちょっと待って!旗が落ちてくる?あ、やばい、これ旗1個なくなったわ。仕方ない。進みます。キャプテン発見。どっかにいる。どこだ?あ、お前か。よし、オッケー。とりあえず、まあまあ、2匹目だけども、旗は1個目。ですね。いやー、きついぞ、結構。はい、またいました。どこだ?あ、そこか。はいはいはい。もう倒す。火力はあるんだよね。火力は十分にある。ただ、範囲が狭いんだ。いる。キャプテンいる。名前が出た。どっちだ?あ、うん?うん?うわ、ちょっと待て。ここちょっとポーションバリアないと厳しいかもしんないな。あ、でもポーションバリアもう回復しそう、回復しそう。いけるっしょ。オッケー。
それそんなに食らうか。まあまあいいやいいや、一応ね倒してから進みましょう。そんなに食らう、めちゃめちゃダメージ食らったんだけどな。あー思わずポーションバリア使っちまった、やばいな。あっちまで持たん、やべ、ちょっと待て、よし OK、 やばい、あっぶねえ、ちょっと待て待てってお前たち待ってくれよ。うん、OK、 やべえ、息ができない、いやーギリギリ生き残った、あっぶねえ、奥にはいなかったけどもこっち側にいた、ここか、まあ、最悪ポーションバリアあり、よし OK、 なんだ、あ速度が 70% ね、 OK、 結局洞窟の中いませんでしたね。やっぱ最初の1匹逃したのがちょっと痛かったな、あそこは逃したくなかったね。で途中で1回やられて、あと1回死ぬとおしまいです。いけるかなこれ、ちょっと心配なんだけどね、やば、あぶねえ、いやーもうほんとねギリギリです、ギリギリ、このビルドこんなきつかったか、いやいやここがたまたまきついだけだわ。敵がね結構今回えぐいのよね。まあもともとねダメージ 50% アップでえぐいんだけども、それがさらになんかね変なエンチャントついててやりにくいのよね。 OKOK、 まあまあまあボスはもう少しかな。よしボスの手前まで来ました、あとは死なないでいくだけ、結構きついんだよな。まあ、一応位置取りとかをしっかりと考えながら戦っていきましょう。 OKOKOK、 とりあえずはいいね、遠距離系だね、とりあえず注意が必要なのは。いるな、一気に持っていかれるからね、トライデントは一気に持っていかれる、あぶねえ、やっべえ、あぶねえ、あーポーションバリア使っちゃった、使ってしもうた、まあまあいいやいいや、オッケーオッケー、いゆーい、怖え、いざとなったらねこれがあるから、あぶねえ、ちょっと待て、おーっと、あぶ、死にそうだった、死にそう、あぶねえ、よしオッケー、ではボスですね。うん。ポーションバリアも回復しそうだし、問題ないでしょう。近くでドラ入れて、雷ガンガン食らわせれば、全然いけるはず。よし。行くぞ!ポーションバリアあるね。もうまず一発目から使っとこう。怖い。死んだらもうほんと嫌だもん。イェーイ!あっぷね!待て待て!ガーディアンが、よし、お前だ、あとは、よーし、クリアでーす。死ぬかと思った、危ねえ。はい、では報酬見てみましょう。森の矢筒とエリクサーのカバンだったらあたりです。それでは報酬見てみましょう。ガーディアンの目はやめろよ、ガーディアンの目だけはやめて頼む。ガーディアンの目かよ。いやミスった、最後の最後にねフラグ立てちゃったな。ガーディアンの目とか言わなければよかった。まあまあいいや、はい、まあまたね何かいいアーティファクト出ましたら挑戦していきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。